Hello, ladies and gentlemen. ようこそ聖書英語の会へ。あなたがこの本を入手されたのは Kindle でしょうか、それとも英語サークルビニンセンで販売されたデータ版でしょうか、はたまた KJJK の友の会からでしょうか。どちらにしてもこの本の制作はメシアニック派クリスチャンエクレシア KJJK の福音活動の一環として行われています。 KJJK はカハルシェルイホシュワジャパン神戸の略で、これ前半だけなんですけれども、ヘブライ語でイエホシュアの改宗という意味です。ローマ人から始まったキリスト教という宗教の視点ではなく、メシア、イエホシュア、これはイエス・キリストの本名です。彼の福音のユダヤ的視点と価値観を大切に紐解いていくことを第一義としています。宗教などとは一切関係ないだけではなく、キリスト教を含めたあらゆる宗教を取り除くことが究極の使命であると考えています。ですから新興宗教でもありません。このシリーズはあくまでも英語を学ぶ教材として、聖書をエピソードごとに読解していきます。教義の説教はいたしません。クリスチャンの人もそうでない人も英語をしっかり学べるように構成してまいります。そういうわけですから、クリスチャンではない方のために今回取り上げる創世記という書に関して、さらに使う言葉にいくつかこだわりがありますので、そのことについてもここで簡単にまとめておきたいと思います。創世記ベレシートとは、創世記とは聖書の一番初めにある書です。聖書は旧約聖書と新約聖書に分かれておりますが、この旧約聖書、最初にある方ですね、前半部分の、旧約聖書の最初の書です。旧約聖書は皆さんもご存知のように、キリスト教だけではなく、もともとはユダヤ教の経典でしたし、そしてイスラム教の経典でもあります。つまりユダヤ教、イスラム教、イエス・キリストを崇めるキリスト教、この3つの宗教の経典である旧約聖書という書があります。それに対して新約聖書というのはキリスト教徒だけが、読んでいる書ですね。で、創世記というのはその旧約聖書の一番最初に出てくる書、物語なんですね。この物語に何を書いてあるかというと、この世の始まりについて述べられているわけなんです。英語ではこの創世記というのをジェネシスというわけなんですけれども、これはもともとギリシャ語から来ます。日本語、英語、ラテン語、ギリシャ語のタイトル創世記あるいはジェネシスですね、これはストーリーの内容を要約したタイトルになっています。言語であるヘブライ語ではこの物語の最初に使われた文言がタイトルになっているわけです。つまり、この創世記というのはヘブライ語でベレシートと呼ばれていますけれども、ベレシートはどういう意味かと申し上げますと、はじめにという意味なんです。で、この創世、皆さんが創世記と呼んでいる、この物語なんですが、それは初めに何々というふうに、初めにという言葉から始まって、この第一文語目が、タイトルになっているわけなんです。 KJJK の一部として、人間創造の解釈がキリスト教とは違います。一般にキリスト教という宗教では、キリスト教徒は絵の書を読みませんので、特にプロテスタントは読みませんね。カトリックでは読んでいるところもあるようなことを聞いたことがあります。創世記第2章で描かれている人間創造、これは皆さんもよくご存知のアダムとエヴァの物語です。で、このアダムとエヴァの物語というのが創世記第1章の、創造6日目に起きた人間創造のクローズアップだと説明されています。KJJK も創世記第2章は創世記第1章のクローズアップであると解釈してはいますが、6日目ではないと、認知しています。神は英語で Godと表さない。英語で神を表すとされている God という言葉、これは実は固有名詞です。日本語の神
という言葉は立場を表す名詞ですが、英語のゴートという言葉はゲルマン民族の古代神話の神々の一人の名前から来ています。聖書の中で万物の創造主たる神は何度かご自分の皆がきちんと呼ばれていないことに怒っておられます。神はご自分の名前だけでなくあらゆる名前に絶大なこだわりを持っておられる方です。それゆえ KJJK ではヘブライ語で神を表すエロヒムという言葉を英語においてもそのまま使っています。キリストは本名で、一般にキリストはイエスという名前で呼ばれています。 KJJK はキリストを本名であるイエホシュア、あるいはその短縮形であるイエシュアと呼んでいます。 Genesis Chapter 1 Verse 27 To Verse 31 Outline。今回のトピックは人の創造、創世記第1章27節から31節です。その部分の概要を英語でご覧ください。 The sixth day of Elohim's creation, the last day of his work, as the final work he created human. 創造の技、最終日である6日目の出来事、神は創造の集大成として人をお作りになった。Let's start reading. 皆さん、この聖書という書物なんですけれども、今はだいぶ IT 化が進んでおりまして、アプリがいくらでも無料で出ているんですね。で、もしよろしかったら、この YouTube の説明欄にも、そしてテキストにも、ゲイタウェイ、バイブルゲイタウェイというアプリのリンクを貼っておきますので、そこから本場イギリスのイギリス人のプロのナレーターが朗読している聖書朗読を聞くことができますので、朗読ですとかその、読むこと、声を出して読むことのお手本には、オンライン聖書バイブルゲータウェイをどうぞご参照くださいませ。もちろん私もゆっくり読むお手伝いはさせていただきたいと思いますが、基本的に、全文をダーッと読むというのはバイブルゲータウェイの、プロのナレーションの方にお任せしようと思っております。それでは、1文目を読んでいきましょう。 Genesis Number 1 Genesis Chapter 1 Verse 27。それでは皆さん、私の後についてゆっくり一緒に読んでください。 So, Elohim created man in his own image. In the image of Elohim, he created him. Male and female, he created them.さあ、こういうのが動画レッスンの面白いところで、良いところで、一時停止をフルに、活用してください。私の間合い取りがちょっと間に合わないっていうか、一時停止をしてくださることを前提に、あまりたくさん間合いを取らないようにしておりますんで、一時停止を押して、どん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 読んでいってください。さあ、集合名詞についてお勉強しましょう。集合名詞。長文読解の時に大切なのは、ピリオド、あるいはカンマまでに区切って一文ずつやっつけていくことです。そして、一番最初にしなくてはいけない作業というのは、動詞探しです。最初の一文はとても単純です。So, Elohim created man. 動詞、verb は create、創造するの過去形。通常ならば動詞の後ろに来る目的語 Objective は不定冠詞 Indefinite Article の A ですとか An または定冠詞 Definite Article の The を伴った単数形名詞で、単数形名詞でなければ複数形名詞が来るはずなんです。数えられる名詞は大抵複数形名詞が来ます。今回はそのどちらでもありません。 A manThe man, man でもありません。まず、the man ではないのは、これ以前に man が話題に登場していないからです。初登場なんです。例えば、あらかじめこの文章よりも前のところ時点で、There is a man in heaven. 天には男が一人あった。
という文があったら、ここはエロヒム created the man、 その男は神がお作りになったとなったことでしょう。しかしこの物語で man は初登場なので、定冠詞 definite article の the はつきません。こういう場合、通常は indefinite article の a が plural、 複数形ですね、が後ろに来るはずなんですが、ここはあえて man なんです。定冠詞も不定冠詞もつかないで、単にで単数形の man なんです。でこの man は集合名詞としてここで取り扱われているということであります。読解を進めやすいように、英語聖書からそのまま引用するのではなく、いくつか単語を置き換えます。まあ、これはまず第一に教義に触れなくても良いようにです。ここね、ちょっとマンのまんまだとちょっと教義に触れないとダメなんですね。なので、実はこのここで使われているマンの言葉に、ちょっとした意味が、いろんな教義的な意味がこう入ってきてしまいますので、教義に触れなくても良いように、もう少しこう何と言いますか、無機質な言葉を使いたいと思います。まず黄色で示しているところのように、 man は human に変更いたします。さあ読んでみましょう。 So Elohim created human in his own image. In the image of Elohim, he created him. Male and female, he created them. となります。はい。しかし、これでもまだ詩的表現があまりにも強く読みにくいので、このように変更して読解していきましょう。さあ、これは皆さんも私の後についてゆっくり読んでください。So, Elohim created human.First, he created a male, then a female. He created them in his own image. さあ、ここでも human は human ズでも、なくて、人類という意味で、集合名詞単数形で、定冠詞も不定冠詞も頭に抱いていない human。そうですね。人類、人種というのを作る、お作りになったという意味の文章です。それがピリオド、最初のピリオドまでの一文ですね。言いたいことを順序立てる副詞。さあ、どんどん読解していきましょう。次のピリオドの文章は first で始まっています。そして真ん中あたりに then という言葉があって、それを私こう四角の角が取れたみたいな図形で囲んであります。で、verb は全文と同じで created ですね。 he created っていうのが first の直後に入っています。で、その first と then は順序を表す副詞、副詞のことを英語で adverb と言います。主語である Elohim は create という動作を一つ目、二つ目と順序をつけて行ったということです。神はまず男を創造なさり、それから女を創造なさいました。そういう文章になります。3つの文で説明される created。 27節は神が男女一組の human を作ったことを3つの文章で伝えています。まず第一に、6日目の createの課題がヒューマンであることを端的に述べています。神はですね、この6日目に来るまでに、前日までの5日間ですね、5日間順番にさまざまなものを作ってこられました。初めに天と地をお作りになられて、で2日目はこうこうこうで、2日目はね、聖書にはこう割愛されている部分があるんですけれども、まあまあそれはいいでしょう。そして3日目にはこうで、で4日目には天体とかを作ってとか、で3日目には植物かが作ってきてとか、まあそういうのをこう順番に順番に作っておられて、でそのためにその1日に課題がちゃんと決まっておられるんですね。で、6日目の課題がヒューマンだったわけなんです。で、2番目にそのヒューマンが男女一組であったことをさらに述べておられます。3番目に、さらにどのような様相でヒューマン
が創造されたかを詳しく説明しておられます。3文目を読解いたします。ここで In his own image とあります。状態を表す前置詞、前置詞のことを英語で preposition と言います。この preposition の in がありますので、 his own image という状態で創造されたということがわかります。イメージ、研究。ここでイメージという極めて抽象的な名詞、ナウンについて研究していきたいと思います。このイメージという言葉を漢字一文字で表すならばこれです。ゾウさんのゾウですね。ゾウさんのゾウ、これ印象の章とも読みます。はい。この文字を漢英辞典で調べると、英語でこのように説明されています。Appearance, as one is, reflection of oneself. そしてさらに原文であるヘブライ語の聖書ではこの部分にはどのような言葉が使われているか、それをご覧ください。Hebrew, in Hebrew ではこのような、文字が書かれて、これヘブライ語です、右から左へ読みます。ヘブライ語は右から左へ読みます。で、これはツェーレム、ツェーレムというヘブライ語の単語で、直訳すると鋳造の型という意味の言葉です。このことがこの creating human という神の行為の本質を表しています。鋳造というのは型に溶けた金属を流し込んで同じ形の立体物体を作る製造法のことです。鋳造するということを英語で cast と言います。 cast するという言葉をご存知でしょうか。 YouTube、Netflix、あるいは写真など携帯端末の映像、画像などをテレビなどの大画面でそのまんま再生することをそのように言います。どちらかというと飛ばすとかワープするさせる、そういうフィーリングがね、例えば、追放するっていう言葉がありますけど、これは cast away と言います。ただこの言葉のコア、中心部にはですね、そのまんまという語彙がガンとして存在しています。ですから日本語の聖書には神の姿に似せてというふうに訳されているのですが、単に姿形が似ているのではありません。問題は神のモード型ですね。それが何なのかということです。神の型はズバリトリニティです。クリスチャンは父と子と聖霊の御名により祈ります。最後にそのように唱えますね、お祈りをこう述べた後に父と子と聖霊の御名によりアーメンと言って祈ります。ここで言われているのが父、ファーザー、子、サン、実はこれキリストのことです。で、Holy Spirit、 聖霊ですね、というのが、これが Trinity、 三位一体の正体です。神の方たる Trinity に似せて人間は魂、体、精神を持つ存在として作られました。このことを言っているわけです。 Number 2 Genesis chapter 1 verse 28 to 31。さあ、テキストに出ているテキスト文章ですねはコピペです、聖書からそのまんまペタンとこう貼り付けただけなんですけれども、これをちょっとずつ変えていきながら読解していきます。これをダーと読むのはやはり、プロのナレーションの方にお任せしたいと思います。それではここからはですね、文章を細かく分けていきながらやっていきたいなと思います。 Sentence 1。さて、テキストにはセンテンス1の前に、また今回も、本来の聖書の英語では英語が古かったり、あまりにもこう指摘すぎて区切りが細かすぎたりいろいろしますんで、私なりに、皆さんが読解しやすいようにちょっと変更してあります。で、その変更した文章が、テキストには載っております。動画だけでご覧の方は今画面に映っています。今回だけ、一般公開でされていますので、
聖書英語の回をご受講でない方もこの動画を見ることができます。ただ第2回目からはご受講の方だけが限定公開で見ることができるようになります。さあではセンテンス1は、ピリオドまでのところです。ゆっくり読んでみましょう。 Repeat after me。 私の後について言ってください。もし私の間合いの取り方が早かったら、先ほどと同じように一時停止をしてご自分のペースで読んでくださいね。 Then Elohim blessed them and said, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth。 さあこれを読解するのに単語を一つ一つ学んでいきましょう。 Vocabulary Number 1 Bless 祝福する。 Fruitful 実り多い豊かな。 multiply 掛け算をする、倍増する。 subdue 沈める、治める。これは govern と同じ意味です。 dominion 王国、領土。これは domain という言葉から来ています。大きいを表す in。 今回のボキャブラリーには dominion という言葉があります。英語にはラテン語発祥の言葉がたくさんありますが、これもその一つです。ラテン語発祥の単語には語尾でその物体の大きさや様子を表すものがたくさんあります。例えば私たちの身近な名前、例えば私たちの身近なものでタブレットという言葉があります。タブレット、タブレット携帯とか皆さんお持ちですよね。はい、この言葉を日本語に翻訳するのは実は至難の業です。端末と訳したり、錠剤あるいは石板をと訳すわけなんです。例えばモーゼの石板ってありますよね。あの10回が刻まれたモーゼの石板、あれもタブレットオフモーゼって言うんですね。でどれも端末も錠剤も石板もどれも共通点が見えにくく、こうどうしてこれがタブレットという一つの言葉から来てるんだ、どうしてタブレットを全部こう違う、全然違う言葉に訳しているように見えますよね。でタブレットの語源というのはテーブルや板を意味するラテン語から来ています。ラテン語に極めて近く分かりやすいのでイタリア語で説明しますが、テーブルはイタリア語でタボラです。これは板状のものの総称でもあります。イタリア語では語尾にエットとかエッタっていう言葉がつくと、とても小さいというニュアンスが加わります。タボレッタというのはとても小さな板状のものという意味になります。ちっちゃくて可愛いテーブルとか言うんですね。例えばおままごとなんかでちっちゃい女の子がおままごと用の机を、イケアなんかでもあるじゃないですか。ああいうのを使って遊んでた、マケベラタボレッタケアーイ、なんてかわいいテーブル持ってるのって、お机でちゅねっていう感じですね。タボレッタっていうふうに表すと、エッタっていう言葉がつくと極めて小さいっていうニュアンスが加わるんです。ターボラにタボレッ、エッタ、ターボラがタボレッタになっただけなんですけれども、そして大きさをこう表現してしまうわけなんですね、語尾が。でそう考えるとタブレットは端末も錠剤もその形状から来ているんだっていうことが分かります。日本の錠剤は薬草をこう油かなんかでこう練って丸めたものなのでピンとこないですが、欧米の錠剤、あのサプリメントの錠剤、あの巨大なんですけれども、見たことありますか。あれって大抵こうちょっと平べったいんですね。欧米のものは平べったいものが多いわけなんです。でこう平べったくてこうガチッとこう固まったようなものをターボラっていうんですね。で同様にですね、いいのとかいいなっていう語尾になると小さいという意味が加わります。でさっきのエッとエッタは極めて小さい、とっても小さいんです。でいいのいいのいいなはエッ
とエーナ、エッタに比べると比較的大きいんですけれども、でもやっぱりちっちゃいんです。ちっちゃいという意味が加わります。イタリアのヴァイオリンを意味するヴィオリーノはヴィオラ、ヴィオラですね。これが小型になったものということからそう名付けられたんです、ね、ヴィオラがヴィオリーノ、イーノになるわけですね。こういう言葉が英語になるとヴァイオリンと同じように最後がインという語尾になります。でイオンで終わっている言葉もその語尾自体に意味があるわけですね。で今度は大きなっていう意味があります。はい、ラテン語で神の所有物という意味になるドミノという言葉に大きなという意味が加わって、大きな神の所有物ドミニオンが転じて王国という意味になるわけです。さあここからの読解はですね、皆さん時々英語だけで説明することも交えて進めていきたいと思います。鍛えられますよ。6日目の契約。1、6日目契約を読む。さて最初のピリオドの文章と2つ目のピリオドの文章は一つの文章として捉えた方が分かりやすいので、このように変更して読解していくことにいたします。 Then Elohim blessed them and said, Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominionOver the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. It seems quite a long sentence, but in reality it is a very simple one. Elohim blessed them. Elohim said to them. That's all it says.What's within the quotation mark is contents of what Elohim said. Let's see what he said. Here, he made five covenants in the form of commands. And these commands are in reality the blessings. Covenant number one, be fruitful. Command number one, be fruitful. Command number two,Multiply. Command number three, fill the earth. Command number four, subdue the earth. Command number five, have dominion. In the commandment number five, he said, have dominion. How is that dominion? The following sentence reveals the dominion is over the fish.And the dominion is over the birds. And the dominion is over every living things. Is the dominion that Elohim granted the human covers over the places? As you can see in the picture, the dominion is about the creatures, not the places. It doesn't say over the sea where fish live.Over heavens, where the birds live, nor over the earth, where the living things move on. It is all contrary. The dominion is over the fish, over the birds, and over the living things. 2. Over. 研究。今回の2つ目の研究です。Over というプレポジションについて考えます。図でもご覧いただけますように、Over は空間的位置や数学的価値を表すとき、何々を覆うように何々の情報を何々を超えてと訳します。
図でも分かりますように対象物の上を覆っているニュアンスを示すのですが、対象物との間に空間があるのが重要です。これがね、オンとの決定的な違いです。オンも情報に上にっていう意味があるんですけれども、オンはくっついてるんですね。対象物とくっついているんです。ところがオーバーはこの vault、 空間、スペースですね、それがあるんです。これが特徴です。オーバーが権力、覇権、影響力を表すとき、何々に及ぶと訳しますが、この空間のニュアンスは頑として変わりません。今回はこの後者の権力、覇権、影響力を表しますので、何々に及ぶと訳します。ただ読解をするときにどう訳すのかということを、お考えになるのも大切なんですが、言葉が持つニュアンスを絵画的にイメージすることはもっと大切なことです。 Sentence 2 Repeat after me. And Elohim continued, Behold, I have given you every plant yielding seed.That is on the face of all the earth. And every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. Vocabulary 2. Continue. 続ける Behold. 見る Yield.算出する、もたらす、収穫率。これは、大体、bear、産むという意味の単語と同じです。bear は、時制変換が、bear, bore, born となります。I was born in Japan. born はここから来ています。生まれたということですね。受動態になっているわけなんですね。私は生まれた日本で I was born in Japan. Face 面、これは通常 surface ということもあります。1生命維持の約束。ここで神は見よと言っています。何を見よと言っているのでしょうか。 Behold ですね。まず研究はしませんが、この behold は今ほとんど使われていない verb なのですが、この2つの verbs の融合であることがお分かりいただけると思います。be と hold です。つまりこれは be hold なのです。be は be verb のことですね。hold は抱く、とどめるという verb の participle past tense、過去分詞です。つまりこれはpassive 受動態の命令形 imperative form です。はい。何々されよって言ってるんですね。hold されよと言っているんです。つまり抱かれよ、とどめられよということです。ギュッと抱きしめられて動けない状態をイメージしてください。驚いて身動きできない状態になりなさい。それぐらい驚きを持ってみなさいって言ってるわけなんですね。何を behold せよと言ってるのでしょうか。その目にする内容がびっくりするぐらい偉大なことであるから behold なんです。 look ではないんですね。ここで look だとちょっと間抜けになってしまうわけなんです。これは behold なんです。 I have given を behold しなくてはいけないんです。I have given な状態にこうびっくりしなさい、聞いて驚けっていうことですね。 Now, what has he given? 何をギブしちゃったのでしょうか。英語の文では現在完了形の完了用法という時制が使われていますので、これは何々しちゃった、今し終わったというちゃんちゃんこんな感じの意味合いがあります。まさに今与えたんです。ちなみに限定のヘブライ語では違う時制表現です、まあ、ただまあ今回は英語のレッスンなので英語の時制表現がどういうものなのかをちょっと見ていきたいと思います。 Behold の内容は I have given you
何をギブンしたんでしょうか。まず神はプラント、植物を与えています。その後ろに続く5列がプラントをさらに詳しく述べています。 Yielding seed でさらに The plant is on the face of all the earth です。地面に直接生える野菜や薬草などの植物です。キャベツ、レタス、小松菜など花が種を産む植物のことですね。これはで、それから神はもう一つ Trees を与えています。これはフルーツですね、果樹です。果樹、つまりリンゴやブドウなど果実の中に種がある植物です。なんだか神が種、seedにこだわっておられることがお分かりいただけるでしょうか。聖書では種はあることを象徴しています。ここでも神は人間に食べ物を与えていますが、これは象徴的な意味があります。この象徴に関することはここでは触れませんが、ここで神はヒューマンに単に食べ物を与えたのではなく、実は食べることは生きることなので、永続的に生命維持の保証をしたのです。ちなみにこれは永遠の命の保証ではありません。2. 神の意思を表す助動詞。 See the short sentence that follows.You shall have them for food. As you can see there, them refers to plants and trees. Right before the verb, that is have, we have an auxiliary verb, shall. This auxiliary verb means Elohim's will. When a human says, we shall win, it is not really our will in this sentence.The winning doesn't come true by our own effort, but by Elohim's will. Shall we dance? Means, by Elohim's will, are we dancing? When Elohim himself uses that, it is his own will. Although the subject is you, that is human, it is not human's doing, but it is Elohim's.That means it will surely come true and human is granted them. Sentence 3. Repeat after me. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth,Everything that has the breath of life. I have given every green plant for food. Despite of the long introduction, the core of this sentence is I have given every green plant for food. And Elohim categorized those whom as...Everything that has breath of life. Sentence 4. Repeat after me. And it was so. 単純な単語ほど語彙がだだっ広い。純粋に偶然ですが、この英語の so は日本語の so と全く同じ意味です。今回の so はそのようにと訳されます。文字数の少ない単語ほど意味がたくさんあるもので、そうもその一つです。だからとかとてもと訳すときがあります。今回のそうはそのようになので、どのようになのかを把握しなくてはなりません。全文の神の食料アレンジメントの内容をそのまんま受けているんです。Human gets plants for fruit, animal gets green plant for food. そしてこれはそのようになったという意味です。Sentence 5. Repeat after me. And Elohim saw everything that he had made. Let's identify all the parts of speech in this sentence. 主語の verb は saw, 見たで、subject は Elohim, 主語ですね。Objective, 目的語は everything です。関係代名詞の、関係代名詞は英語で relative pronoun と言いますが、この relative pronoun の that以下は objective の everything を説明しています。修飾節である that 以下
を見てみますと、verb は made で、その前に過去完了の had があり、subject はエロヒムを指す pronoun he です。Subject はエロヒムを指す代名詞 pronoun で、これは he ですね。過去完了形で表されていることから、時間の流れに視点が置かれていることがわかります。made、想像したというのは大過去で、主節の saw、見たという出来事よりも過去のことであることがわかります。順序立ててみると、神は、エロヒムは、everything を made、まず作ったんですね。そして神はそれらを見たんです。まあ単純に時系列でいくと、メイルが先で、ソウがその次で、じゃあ今は何をしているのかというと、今神は語っておられるんです。 Tells です。 Sentence 6. Repeat after me. And there was evening, and there was morning, the sixth day. 存在を表す There was の文章で、夕があり、朝があり、第6日目と訳されます。As you can see, it doesn't say there was morning and there was evening. In our life, there is morning and there is evening, right? Because of this sentence, and there was evening and there was morning. Jewish timeline is different from secular one. For secular world, the day changes at midnight, 0 a.m. But for Jewish people,The day changes when sun sets. 聖書映画の会話いかがでしたでしょうか。次回は現在についてのエピソードを英語で読んでいきたいと思います。現在というのは、原始的な罪と書きます。まさに読んで字のごとく、最初の罪について、アダムとエヴァですね、アダムとエヴァが犯した最初の罪について、書かれていることを英語で読んでいきたいと思います。連動しているこの動画は初回である今回だけ一般公開で YouTube で公開されます。次回からの動画レッスンは限定公開で配信されます。ビニンセント KJJK の友の会の方は、それぞれの規定の月会費でビニンセン通信講座で用意されているコンテンツを自由に好きなだけお楽しみいただけます。それでは皆様、主にあって平安の中にお過ごしください。宗像玲がお送りいたしました。